そう、私は休日を何よりも大切にしている。休日はまず質の良い睡眠にうまい食事、そして忘れてはならないのが仕事から離れることである。買い物に出かけてうっかりレンジャーと遭遇した上、スーパーで同僚と遭遇しそうになったが、流星のごとき軽やかさでその場を離れ、私の完璧な休日は守られた。しかし、あの男に繰り返ってる今、休日だろうが知ったことか。今夜はカレーだって決めてこの1週間働き抜いてきたってのに、甘口じゃなくて激辛カレールーだったなんざ、これじゃ食えねえ己地球人、今日こそ皆殺しだ。次はパンダ特集。美味しそうに笹を食べるその姿はまさに動物界のアイドル。時折寝転がったりでんぐり返しをしたりと、その愛くるしい姿に来園者はもうメロメロ。来週の赤ちゃんパンダの公開が楽しみですね。この日、可愛いは世界を救った。